2階にいるな。で、まだいる、まだいるんだよ。左に。オッケーオッケー。多分これで全滅。一発ぐらいフラグ耐えられるっしょ。はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。さあ、というわけで、今日は M16 を使っていきましょう。もう、皆さん、もうご存知の通り、相当ぶっ壊れてまして、まあ、あのね、COD において、この、3点バーストってね、すごくね、扱いが難しいんですよね。1バーストで倒せたら、すごく OP、まあ、強すぎる武器になってしまうんですけど、逆に1バーストで倒せないと、本当に使えない、もう全く使われることがない武器に変わってしまうので、なんかその辺のバランスってすごく難しいんですよね。だから COD でも作品によっては、まあ3点バースト銃が強い作品と、まあ本当に全く使われない作品、まあモダンオフェアとか特に使われない作品だったと思うんですけど、今作はまあ今のところベータの段階では、まあ M16 はワンバーストキルが、あるので、まあ非常にまあ猛威を振るってますが、そうですね、これ製品版で弱体化されたら、まあワンバーストがあまりできなくなって、全然使われなくなるんじゃないかなっていう予想ですかね、これね。いやもうね、こんな感じでね、強いんですけどね。いやー、難しいんですよね、この辺は。まあ、だからまあ、とりあえずベータでは、まあ、ワンバーストキルで、M16 になってますけど、今後どうなるかな、まあ、弱体化されるとは思うんですけどね、海外でも話題にはなってるので、結構ね、日本ではバースト銃使われて、海外ではバースト銃は使われなくて、弱体化が、パッチが入らないっていうことがね、今までには、ビオフォーとかでもあったんですけど、さすがに、今作っていうか今現状のこのブラックオプスコールドでの M16 は、まあ、どの国でも、話題になってるので、多分何かしら修正は来るんじゃないかなと思いますね。まあワンバーストキルの射程をかなり短くすればいいんじゃないのかな。危ない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 。いやー、フルボッコだなー。やばいなー。押されてる時こそ連続キルよ。落ち着いて。いや、強っ。いや、こんな化け物なの今のうちだな、多分。ああ、もう誰もいない。ひとまず、こんな感じで、やっていきます。まあ、バレルは、この最後のダメージとファイアレートが上がるものをつけて、パークは、まあ、パークグリードですね、グリード。パークグリードで、6つ、アタッチメントじゃなくて、パークをつけてます。まあおそらく製品版ではワンバーストで倒せなくなるか、かなり射程が短くなって、まあ使われなくなる可能性は相当高いですよね。これ、このワンパン率はね、ちょっと COD4 かよって感じですよね。これね。ちょっとこれはね、高すぎるよね。ワンパンで倒せる。確率が危ない危ない、死ぬ死ぬ死ぬ。後ろ来てない？大丈夫か？フラグ入れてあげよう。当たる。スティーム間に合うか？後ろこれまだいるよね。え？なんだなんだ？今めっちゃラグったんだけど大丈夫かな？この部屋。すごいラグったよ、部屋が。間違えた。リロード間に合うかな。空爆落としてみるか。すっごい適当に落としちゃったね。多分ほとんど海側だと思うんだよね。あ、味方だった今の。こっち湧いてない？湧いてないか。これリスポーン変わったかな。センターいる。この距離いけいけ、味方がやってくれた。いけちゃう。センター来てる、いけちゃう。お。ファースト銃らしく、センター陣取りますか。と思ったけど、そろそろエリアに寄っておこうかな。ちょっと敵のリスがな、いまいちなんで。ナイス。
大マシン、ちょっとここで使うべきじゃないかな。うん。どう攻めようかな。よし、こっちから行きましょうか。せっかく連続キル繋がってるからね、なるべく繋げたいね、ここは。ピッて置いてみて。まあ、忍者、今映った?忍者がね、もう解除されてるから映んない人いるんですよね。だからあんまり信用できないけど、この、邪魔じゃなくてレーダーも。お?危な!お?リスポーン変わったかな、これ。危ねえ。よかったね、今の。あー、二人が、あー、マジか!止まっちった!二人から撃たれるのはさすがに厳しい。で、ここで一個落とすじゃん。で、これ三つずつ落とせるんで、個別で落とせるから。はいはい。で、残り、どうだ?この辺かな?ここでしょ!こういう風にね、UAV 出てたらね、リアルタイムで落とせるって一発ずつ。はい。まあ、こういうね、使い方もできますよっていうね。はい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 。上来るかな?もう来てる可能性あるな。あ、ちょっとはしますね。ほとんど向こうか。ナイス。あ、ありがとう、今のカバー。ありがたい。これでフラグで飛ぶと思う、これ。あれ?飛ばないな。さすがにまだいるよね、と思ったよ、そっち側。で、次のエリアは味方がローテしてくれてありがたい。どこ脇だろ、敵。エリア脇なんかな?ところですけど、やっぱり来てたよな。あー、2階、あー、やっぱ飛んじゃったから2階登っとけばよかったな、これ。分かってたんだよ、こうなるのは。ここで稼ぎたかったが、レテンザーがさらに飽きそうですね、これ。で、敵完全に奥脇だから、ちょっとジャミング壊して、もう構えておけば、負けないっしょ。負けたわ。普通に負けたな。SMG の横移動は天敵ですね。うわ、遠いな。うおーマジいいんですか今のいけちゃって。よしよしよし、ナイスナイス。ありがたいありがたい。ナパームストライク敵かなこれ。あー危ない。味方そこ、ローがいるんだよな。ここです、ここです。初めて使った。なんか今、えなんか飛んできた。トロフィー違うな。タイヤタイヤなんか飛んで。なんだあれ。オッケー、ここは全部と、全部じゃないけど、まあ割と取れたね。思ったけど降りてきちゃったから。オッケー、これ倒せたんでかい。で、奥でおとりになろう、これ。てか、俺でリスポーン潰せたはずだから、残念、こっちなんですね。オッケー、ナイス。で、左返し来るから、こっち回って、こうですね。ええー、早い!うわ!あ、そっか、そういえば、もっと外周あったね。2階にいるな。で、まだいる、まだいるんだよ。左に。オッケーオッケー。多分これで全滅。一発ぐらいフラグ耐えられるっしょ。一旦待ちたいな。入って、ええー、!2 個落とそう。で、遅れて、触れてもう一個落としとこう。これで味方が入れるはず。オッケー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 。泥試合っすね、なかなかに。これはちょっとカット編集入れないと、皆さん退屈ですな。はい。もうなんか勝てる試合ないな、もう。
はい、というわけでお疲れ様でした。まあ、このキルシーンも、まあ僕個人の意見としては、まあワンバースで倒せる距離がすごく短い、近距離だけになればいいのかなって思ってます。というわけで、今日の動画も、よかったらチャンネル登録、高評価、ぜひモチベになるので、皆さんよろしくお願いします。では、お疲れ様です。